しい日々にタタ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 タ、なん、やっと治ったよ。こんばんは。なんかショールームめっちゃ調子悪い。なんで？また止まったよ。毎回止まるし、毎回ショールーム調子悪いねっていうおしゃべりをもう毎回してるような気がする最近。これ私だけなんかな。よいしょ。なんでだろうね。ショールーム重い。それな。ちょっと待って、 iPad 取ってくるわ。なんでだろう、なんでだろう。ああ、iPhone のバージョンね。最新じゃないわ。なんか最新にしてって。タラちゃんお番です、お番です。最新にしてって iPhone から言われてたな、そういえば。言われてた、はい、さあ昨日はですね、昨日はじゃあ今朝か、今日の朝6時半から起きてさ、じゃあ間違えたわ、6時だわ、6時からゲーム配信したんさ。でめっ終わった後スイマがやってきて、めっちゃ寝ぼけながらモバメ打ってから寝たいのね。そしたら遅れてなかったんだよね。最悪だったわ。100倍勝ったよ。1回アラームかけたのに起きれなかった。起きれないよね、あの時間は。全然大丈夫だよ。うん、よくありますね。あるね。あるね。あるね。もう何なの。そうなんですよ。まあ、無事フェス負けまして。かー、悲しい。無事じゃねえわ。うん、なんか、100倍マッチはね、どれだった？100倍マッチ、アマビで勝ったよな。うん、100倍マッチはね、いやマジ大変だったんだよ。敵にずっと前半押されてて、ずっと、まあ4対の戦ってて、フェスって何かっていうと、まあどっちが自分のインクを、インクでそのステージをいっぱいに塗るかで勝因が決まるんだけど、いや、で3分間なのよ。で前半2分くらいずっと押されてて、で私もない頭をさ、いっぱいいっぱい考えたのね。でなおさんとやってたんだけど、でなおさんとやっててね、でもうでもどうしても勝ちたかったわけよ。勝たせてあげたかったし、私も勝ちたかったし、だからもう一生懸命ない頭を考えて、で味方も味方でその突っ込んじゃうから、うわーどうしようと思って突っ込んじゃっても、こうなんていうのかな、だから2回とかで2分間ぐらいずっと押されてるから、なんかアプリ見ると何キルしてます、何デスしてますってのが分かるんだけど、相手とか13回倒してんのよ、こっち側のチームの4人のことをね。敵を13回倒したりとか、もうキルした人数は圧倒的にこちらよりもあちらが敵が多かったの。
そうだからもう超真剣、もうない頭を超考えて超考えて結果味方をおとりにするという作戦に出たんですけど、残りの数秒で勝ててよかったね。 46.3% 対 43.8 で、まあ 3-4% で、うん、そう味方が突っ込んだから、いやマジ大変、マジ、うん、いやめっちゃ真剣だったねはい、勝ててよかったです。そんな感じで私のスプラトゥーンのフェスはフェス事情でした。おとりにしちゃった、だって突っ込むじゃんだもん、だから突っ込みそうだなって時にボムを置いて、味方が当ててくれたダメージで私が倒して、その味方がやれなかった敵を倒して、人数が減るからそこでスペシャルを合わせて倒しに行くみたいな感じでやった。さあ今日はですね、こんなことはさておいて、今日月曜日、はい、月曜日なので月曜日はラジオ風配信ということで、はい、大事な私のショールームの一大イベントですね、やっていこうと思います。イエーイはい、トロップ打つわ。なんかさ、こうショールームとそのやってるオープンレッグはさ、比べ、なんていうのかな、やっぱなんかショールームのみんなに伝えたくなっちゃって、オープンレッグの話をしちゃうんだけどなんていうか、ショールームはまあ初めて長いのもあるからすっごい安心感があるし、みんなにねえねえ聞いて聞いて、こんなことがあったのっていっぱい喋りたくなっちゃって、いつもゲームの話してしまってメンゴですって思ってます以上ですそう、なんか安心感があってそう、というわけでですね、読んでいきたいと。今回のお題は、まあ、夏が終わっちゃうから秋の話でもいいかなと思ったんだけど、いやでもまだ夏がいいなと思って、好きな夏のイベントと、あゆ太郎に解決してほしいことをお題にしてみました。今日さ、配信終わる前、終わるさ頃に誰かホトログ更新してねって教えていや絶対忘れそう、今日この配信なんか、うん、忘れちゃいそうホトログ更新してねって。では早速読んでいこうかなと、友達でいましょう、嫌いじゃないのよなんて。あ、リクエスト曲が書いてないからピエンだな。リクエスト曲がねない人がねいっぱいいんのよ。あゆたろんさん、中村アンドの皆さん、こんばんは。こんばんは。あゆがあのオープンレックでやってる時の名前だね、僕の好きな夏のイベントは、お風呂上がりにクーラーの効いた部屋でキンキンの缶ビールをグイッと飲んで、冷え冷えのタオルケットにくるまれて軽く寝ることです。軽く寝ること？イベント？え？それイベントじゃないじゃんですって？違います、これはもはやイベントです。あゆたろんさんもぜひ、お風呂上がりに飲む飲み物はできればビールの方がいいんですが、まあレッドブルでもいいですよ。何これわかりみ？え、わかんのみんなこれ。私お風呂上がりにビール飲んだこと一回もないからさ、人生で、まあもうまだ22なんだけどっていうか、私この人、え、僕ってずっと女の子だと思ってたんだけど、この人これ男の子だったんだずっと女の子だと思ってたこの人
あ、そういうこと？え、ずっと女の子だと思ってた。あ、いや。うん。リクエスト曲は、かっこタオルケットに抱きしめられたらでお願いします。え、そう、ずっと女の子と思ってた。そういうのちょっと多々あるのよ。今普通にちょっと言っちゃったけど、なんかさ、例えばだけど、なんか男の子にも女の子にもいそうな名前ってあるじゃん。例えばなんだ、出てこないな、海とか。ちょっとちょっと適当に言っちゃったんだけど、海まあ海とか。うん。そういう感じで女性ファンが一人減った。あ、そうだね。どうしよう、意外となんかさ、まあ、あゆ太郎もだからまあ人のこと言えないんだけど、どうしよう、実は女の子が男の子でしたがいっぱいで、女の子ゼロ人みたいな、ないか。はい。抱きしめられたら歌いたいと思います。ピじゃーん、ズドンドズドンドズドンドパン。あなたのことをただ見つめるだけで、心が満たされて優しい気持ちになるよ。真夏の夜はそう射熱、あの昼間のキスが唇の上に残るよ。これしかない。遠い花火見えないのに音だけ聞こえる。胸の奥に打ち上がったすべて愛しい抱きしめられたら、一瞬で燃えて灰になってしまうよ。このまま私が来たって、それでも構わない。あなたに触れずに化石になるよりいそう。でも鼻かゆいんだけど。もう恋しないから大事なのに。なんかタオルのほこりが舞って。ミラーボールありがとう。ホコリダメなんだよね。低いソファ並びながら体もたれて、愛の重さ感じるはず。私はすべて両手で抱きしめられたら、一瞬で燃えて灰になってしまうよ。このまま私が消えたって、それでも構わない。あなたに触れずに化石になるよりいっそう。
抱きしめられたらでした。はい、ということでですね、次のメールをじゃあ歌って読んでいきたいと思います。よいしょ。次ですね、アイスの口づけちゃん寂しく歌えないな。いつもの道を走る自転車、あゆ太郎、中村アンドの皆さんこんばんは。こんばんは。あゆ太郎に解決してほしいことは、後でやればいいや、明日やればいいやと考えてしまい、後々痛い目に遭うことがたびたびあります。どうすればあゆ太郎みたいに心の余裕がある人になれるでしょうか。ぜひ解決お願いします。これはあのね、まあでも最近は確かに心に余裕が昔よりはあのねあるような気がしてます。実は絵じゃないんだよ。何その反応なんすか。余裕を何、うん、昔よりはあるとは思って、これはね、ちょっと前にイヤイヤ期入ってたっけ、全然覚えてねえや。これはなんていうかな、考えるのをやめる。え、待って、心の余裕がある人でしょ。心の余裕がを作るには考えるのをやめること、これですね。なんかどうして私はこうなんだろう、どうして私はああなんだろうってすごい思うんだけど、これは一旦考えるのをやめる。忘れるんじゃなくて一旦やめんの。ね、どうでもいいことを忘れてもいいと思うんだけど、例えばね、一旦考えすぎちゃうから、考えすぎは良くないじゃん。考えることは大事だけど、考えすぎてどんどんあの落ちていったら、闇落ちしてったら良くないと思うから、一旦考えるのをやめる、一旦だよ。で、自分が落ち着いたなと思ったら、一旦落ち着いて考えれるようになる時とかあるじゃん。時間が解決することだってあるし、こう自分に心の余裕を作って、まあ、人に相談するとか、なんかいろんな意見を取り入れたりとか、一旦まあ、忘れたらまあ忘れたでいいんじゃない、別に。だって忘れるほどどうでもよかったことだったらいいんじゃない。だから一旦考えるのをやめる、これです。どうですか。うん、どうと言って、まあできてないことも多々あるんですけどね。はい、これでも最近これやってなんか落ち着けたなって思う時があったので、まあ、参考になれたらいいなと思います。リクエスト曲は今日は負けでもいいを歌いたいと思います。前も歌ったっけ。トゥルルルルルルル、思い通りにはいかないもんだよ、そりゃ時には結果が出ない日もあるさ。
あんな努力したのに、なぜ報われないのか。腹を立てたってしょうがないだろう。挫折するたびに嫌になってくる。何か夢を見ることや目標を持つこと。目指すものがなければ傷つかずに済むから。やがて大人は未来を見なくなる。遠回りをしよう、寄り道をしよう。急がずにゆっくり歩いてゆこう。 1,2,1,2,3 今日は負けでもいい、毎日勝てないよ。それが人生、そんなに頑張るな。ダメな自分のこと許してやれよ。全然全勝ありえないだろう。肩の力を抜こうよ。泣いた分だけ明日は頑張ろう。いつかどこかで勝ちこそを。叶う夢も夢のうち。ラララララ。それが人生、そんなに頑張るな。ダメな自分のこと許してやれよ。全然全勝ありえないだろう。肩の力を抜こうよ。泣いた分だけ明日は頑張ろう。いつかどこかで勝ちこそを。ワンワンがドア開いてんのかな、閉めてくるわ。テッテッテンテッテッテンポンポン。心の余裕がない人でしょ。よいしょ。頑張ってね。よくわかんないけど、明日やればいいやーは、あゆもそういう時よくあるから、あ、何も言えないわ。頑張れー。元気元気だよ。と思います。ハローちゃん、リスナーの皆さんこんばんは。すごい、毎週月曜日楽しみで仕方ありません。お題に沿ったメールを読み、歌う太郎ちゃんがとても愛おしくてキュンキュンしちゃいます。ありがとうございます。さて、お題のあゆ太郎に解決してほしいところですが、それは泣き虫なところです。昔から僕は泣き虫だったのですが、最近はその勢いが加速しています。特に車の運転中に NGT の曲を流していると胸がいっぱいになってきて涙が溢れてきます。過去の公演の映像などを見るときもそうです。あと太郎ちゃんのショールームを見ていても感動して泣いちゃうことがあります。こんな泣き虫を解決してもらえますか。リクエスト曲は初日をお願いします。では太郎ちゃん、いつもありがとね。かわいい。泣き虫？泣き虫で別に良くない？なんかなんていうのかな、感情をさちゃんと出せてることって素敵なことだなと思うけど、なんかそれがなんだろう、仕事の
いや、うん、でもいい、うん、でもいい、私はいいと思うけど。ねえ私のファンの人泣く人多いよね私のファンの人は、私も泣き虫だからな、言ってもうん、だしなんか NGT のことでとか私のことで泣いてくれたりすることは、なんか私は嬉しいから私はいいと思う。これ解決になってんのかな。うん、溜め込むより良くない？溜め込むと、溜め込んでる方が心配になっちゃうかも私はね、うん、から、うん、とその人の良さでもあると思うから泣き虫でもいいと思います。これが解決です解決策これですはい、初日ね、歌おう。初日懐かしい、うん、いい、わあ夏い、ルル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 ルてる憧れていたステージ大歓声拍手と熱気の中、厳しいレッスン自分の壁乗り越えて迎えた今日、チャンスの幕が開く。一人だけ踊れずに泣いた日もある、思うように歌えずに自信を失った日もある。いつもライバルが輝いて見えた、夢は汗の中に少しずつ咲いてゆく花、その努力決して裏切らない、してずっと待っている、いつかきっと願い叶うまで。飛ばします。雨風に負けず信じてる、晴れた空に祈り届くまで。はいはい、せーの、死ぬ気で踊ろう、死ぬ気で歌おう、昇進を忘れず全力投球で、oh! 夢は汗の中に少しずつ咲いてゆく花、その努力決して裏切らない、夢は汗の中に目を出してずっと3年くらい初日はトンチャンをやってる。3年くらいずっとこれだわなんか最後のポーズ自由なんだけど、初日でした。久々に歌った、素敵な曲ですね、ありがとうございますよいしょ、次、あ、中村アンドの皆さん、違う、
あゆ太郎さん、中村ンドの皆さん、こんばんは。最近暑い、毎日暑い日が続きますね。もうバテバテです。あゆ太郎に解決してほしいことなのですが、最近のコロナ騒動の中でお家にいることが多くなって、あまり動かなくなってしまって、体重が少しずつ増加して困っております。いつか綺麗なスタイルのあゆ太郎さん、いつも綺麗なスタイルのあゆ太郎さん、何かいい解決策はないものでしょうか。そうですね、そうですね。これは、まあ、適度に運動はした方がいいと思うかな。だってこの人は多分10代ではないからこの人は10代ではないから、なんていうのかな、10代だったらか、まあ、あんま多分いっぱい食べるだろうし、いっぱい動く、代謝がいいと思うんだけど、10代ではないからそうだねやっぱり運動した方がいいと思うかな、これは代謝が どんどんさ、やっぱ動いたりとかしないと代謝って悪くなっちゃうから、若いうちはさ、なんか何してもなんかね、こうなんていうのかな、例えば運動部とかだったらさ、あんま太ることってないし、筋肉もちゃんとついてればなんか太りにくくなったりとかするけど、だから筋肉があれば太らないと思うから、筋肉つけるかで代謝良くするかじゃない、だって多分さ、女の子はさ、なんかこう食事制限でなんか痩せたりとかでもいいとは思うんだけど、男の人でしょ、私は60代なので動けません。歩けばいいじゃん、でもそうやって動いて水分取るの忘れちゃって熱中症になるのは困るから、なんか水いっぱい飲むといいらしいよ、お酒やめればいいんじゃない。お酒飲んでるか分かんないけど、お酒やめる、やめ、お酒飲みすぎてるから太るんじゃない。だってこれはコロナ騒動のお家にいることが多くなってしまって、あまり動かなくなったってことは、食べてんのよ、これ私の推測、食べてるかお酒を飲んでる。だからお酒をやめなさいよやめろっていうか、適度な量にしたらいいんじゃない、これは名探偵じゃないかな。そうですね、食事制限というよりかはきっと太ってしまった原因があるのよ、それをやめなさいよ、以上未来とはをねリクエストいただいたんだけど、歌えるかな。ダメだったらサビだけでもいい。コンサートで一回歌った、未来とは1秒後、明日でも来年でもなく、だって今から始まるんだ、僕らに見えてる全ては過去さ、なんだっけ、
ためらうな、向こうが見えなくても一歩へ踏み出せよ。だだ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 だ。未来とは一秒後、砂時計、次の一粒が落ちたとか落ちてないとか、そんな隙間が現在。未来とは一秒後、明日でも来年でもなく、たった今から始めようぜ。僕らは待ってるだけじゃダメなんだ。わー素敵な歌。久々に歌った、コンサートぶりに歌ったかも、多分。だだだだだだ。未来とは一秒後、砂時計、次の一粒が落ちたとか落ちてないとか、そんな隙間が現在。未来とは一秒後、明日でも来年でもなく、たった今から始めようぜ。僕らは待ってるだけじゃダメなんだ。こそが未来。タン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 。タタタタタタンタラララ。わ、めっちゃいい曲。はい、未来とはでした。ありがとう。はい、ではどん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 読んでいこうと思います。あゆ太郎こんばんは。月曜一番の楽しみ、ラジオ風配信、このために生きてるはさすがに嘘だけど、本当に毎週楽しみにしています。ありがとう。さて今週のお題、好きな夏のイベントですが、夏といったら海にバーベキューに祭りに花火に盛りだくさんだよね。そうだね。まあゴリゴリの飲料なので行かないんですけど、行かないんかい。夏は架空の仕事を入れまくって友達を避けて家で涼しくゲームが僕の夏です。どういうことだ。ただそんな僕でも行ってしまう、行きたくなるほど楽しいのがライブです。どの季節でも楽しいけど、やっぱ夏は夏ならではの盛り上がり方で本当楽しいよ。本当すごいよね。今年はまあしゃーなしだけど、アットジャムの出演が決まって超湧いた。外で知って普通に声出て恥ずかしかったです。めちゃくちゃ楽しみにします。楽しもうね。リクエストは、夏とか関係なくてごめんね、記憶の地雷までお願いしますって書いてあるよくわかんない、なんだこれ。ん、あ、なるほどね。夏は架空の仕事を入れまくって友達を避けて家でただ…あ、そういうことね。友達と…あら、そうなの？なんでよ。友達と遊べばいいのに。ゲームもいいけど。でもわかるよ。なんか…友達誘われてるけど待って、今日はゲームのイベントが暑いみたいな時あるよね。わかるよ。そういう時あるよね。わかるよ。記憶のジレンマだって。記憶のジレンマ歌ってみたいと思います。
います。でも全然ある。あ、夜ゲームしたいから帰るわみたいな時私全然あるよゲームしたいから帰りますみたいな。規約のジレンマです。誰もいない冬の海は独り言が似合いすぎて話しかける。水平線波の音が静かな相槌。大好きだった彼のことを聞いて欲しかった。会いたい会えない私たちはすぐそばにいるのに、心はそれ以上離れているこの手を伸ばしたって触れられないぬくもり。愛は記憶の中で眠る。飛ばします。いい。あ、どこ？ね、これどこ？ここら辺かな。私たちはすぐそばにいるのに、心はそれ以上離れている。会いたい会えない誰が悪いわけではないけれど、悲しいジレンマが涙になる。自分で決めたくせに忘れられぬ愛しさ。ドアはあまりに長い痛み。ドアドアはあまりに長い。ドドアはあまり。最後マジで真似したくなった。アップな愛は違う、とはあまりに長い。え、めっちゃ似てんだけど。え、似てない？痛み痛い誇張しすぎた愛にゃ誇張しすぎたアイニャでした大丈夫、誇張しすぎたから大丈夫大丈夫。誇張しすぎてないアイニャはもっといいか。誇張しちゃっただけさ、うん、大丈夫、バレてない。あの、誰もチクる人いない、大丈夫あゆちゃん、中村ランドの皆さんこんばんは。こんばんは。毎日の配信ありがとう。あゆちゃんの笑顔に毎日癒されてるよ。嬉しい、ありがとう。あゆちゃんに解決してほしいことは私の物欲が止まらないことです。おうち時間が長いせいかネットでポチポチと洋服やコスメアクセサリーをたくさん買ってしまいます。それな、わかるわマジで。あゆちゃんは物欲が止まらない時を買ってしまいますか？ぐっとこらえますか？私は欲しいものを全部買ってしまいます。やば、金持ち。特にあゆちゃんのショールームを見ててあゆちゃんと同じものが欲しくて欲しくて、ん？コスメもゲームもあゆちゃんと同じものをすぐポチッとしちゃいます。わお。
うん、おお、これはどっちかによるの私。なんていうかな、欲しい時と欲しくない時の波があって、今は何でも買ってしまいたくなる時、うん、でもなんか女の子でなんかコスメをお揃いにしたいとか、そういうのはすごい可愛くて嬉しい。そう、我慢したい時だよね。我慢する時、あゆちゃんは物欲が買ってしまいましたか、グッと、いや波があるんだよね。うん。だから服買わないときはマジで買わなくて、まあ今もだけど、なんていうのかな、あのプレゼントの服で冬を乗り越えたこともあるし、うん。コスメもなんか長いものをずっと。長く違う、なんか長く使ってるものがあったりとか、うん、からね、やっぱこれはでも買いすぎは良くないからお互い気をつけよ、これは一緒に。でそれもお揃いだねって言って、あゆちゃんもぐっとこらえてるし、私もこれは抑えようっていう気持ちで、抑えたいときは抑えてもらえたらなと思います。うん。我慢お揃い勢で、うん、そうしよう。おしゃべり会はいいと思う。おしゃべり会はね、まあそれとわがままになっちゃうんだけど、私の。おしゃべり会はね、だって会いたい会えないってなるから、すぐそばにいるのにってなっちゃうから、おしゃべり会はいいと思います。それで他のこと我慢すれば。なんだっけ、リクエスト、僕の涙は流れないです、はい。半までだからこれが最後か、もう一個僕のじゃないわ、もう一個メールじゃないわ、なメールって言っちゃった、もう一個読むかぐらいかな今日は。僕の涙は、てってってて、じゃあバッタラララララララ、じゃあじゃあた、懐かしい。夜明けが怖かった、太陽は知っている、君はもう出ていた、夢は覚めたんだ、窓のカーテンはこんなにも透けていたか、僕たちのプライバシー世界中に漏れた、若さは残酷だね、お互いのエゴぶつけ合って、傷つけて傷つけられてボロボロになった、僕の涙は流れない、ずっと瞳の中で愛を語ることもなく、君を思い出してる、瞬きをしてしまったら、何か大事なものをもうすべて見失いそうで、まだ抵抗している。悲しみが溢れても、飛ばします、ここら辺かな、ここら辺か。何としても引き止めてしまう、口づけしていたかも。
シーに乗り込んだ。この悲しみを止められない、やっと涙が落ちた。僕の涙は流れない、ずっと瞳の中で愛を語ることもなく、君を思い出してる。瞬きをしてしまったら、何か大事なものをもうすべて見失いそうで、まだ抵抗している。あ、こうだはい、26分だ。今日はじゃあここまでにしようかなと思います。残りの4分何をするかというと、今日はフォトログね、ありがとう。じゃあ最後はみんなの性別はどちらかを聞いて終わろうかなと思います。ちょっと答えれる人がいればなんだけどうん、うん、今日はみんなの性別を今日は聞いていこうかなと思います。教えて、はい、ちゃんと男です女ですって、うん、コメ欄で。今めっちゃ見てる。聞いてどうすんの、メモ。え、待って、女の子、まあ、いないじゃんね、女の子一人しかいない。うん、あ、4人いた。女の子です。女の子です。4人こ、あー、6人しかいない。6人しかいないよ。あ、7人いた。アンケートしようか。男女アンケート。1番が男の子で2が女の子。どうぞ。1番が男の子、2が女の子。さあアンケートどうぞ。ドゥルルルルル、あのなんかどうでもいいボケはなしで、1番が男の子、2が女の子シンプルに自分の性別を答えてください。はい、1男、2女の子、1男の子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 、2女の子。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。ピッキャーねえ、最近女の子増えた話はどこに行ったの？ねえ、あれ？うん、むさ苦しいインターネットですね。そんなことない。別にむさ苦しくても全然どっちでもいいんだけど、性別はね。うん、見てない子もいるはず。そうだよね、 15% あれば十分。そうなの、年齢層は別に年齢あんま興味ないから
別に性別も興味ないんだけど、ただなんていうのかな、なんか別に誰が何十代何歳とかはなんかあんま興味ないうん、ただまあどの年代が多いのかっていうと、やっぱ30代の男の人が多いかな。10代とか超少ない。20代もまあ20代はちょいちょい、30代40代が一番多いかなと思ってるうん、でも別になんか何歳だからどうとかはなんかあんま興味ないって言うとあれだけどだからその男女比もまあまあまああれだけど、ただみんなが男の子か女の子かはさ、このアバターじゃ分かんないのよだからそれが知りたかっただけだからなんか男の子が多くて汗汗とかじゃなくて、ただみんなのみんながみんなの性別が知りたかっただけなのよそうだってさ、まあまあ今さランキングで言ったら、まあ1位の人は男の子だなって感じはまあわかるじゃん。えこれ男かな。でもさ2位とかはわからんじゃんこれ2位の人の、あ、まあ、3位も男の子だなってわかるじゃん。でも2位は女の子か男の子か、まあわからんじゃんか。まあ、4位もそうだけど、うん、でしょ。だからちょっと知りたかっただけうん、インスタはね見れるよ。インスタはねもうメンズがもう多い買った昔は。ちょっと待ってね。なんとしても引き止めてしまう、口づけしていたかも。パン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 。部屋の窓から、うん、あ増えたかな。男性が 76% で女性が 24% で、年齢層は25から34歳が一番多い。で次に多いのが18歳から24歳、65歳がね 1% いるわ65から上がで女の子は18から24の年齢層が多い 43%。 性別ごとと全てで見れるんだけどそうだね 24% になってる今そうそう細かく分かる。18から何パーみたいな。18から24歳、25から34歳、35から44歳、45から54歳みたいな感じで見れるんだけどねすごーい。やっぱ新潟の人が多いね。嬉しい。そうだね、いろいろこれは頑張っていきたいと思います。ちょっと待ってね。地域もわかるよ。そう、新潟の人が多いね。神奈川、横浜2番目に多いわ。新潟の次多いの横浜。なんでか、その次大阪。大阪の次が意味わからん。次の多いの東京都世田谷区。次香港。あってこれ合ってるかわからんだから。意味わかんないんだけど。一番トップの場所っていうのがあって。あなたのフォロワーが特に多い場所が新潟市が多くて、次が横浜で、その次大阪で、東京都世田谷区からの香港分かんないんだよよく、うん、よく分かんない。合ってんのかなみたいなとこあるんだけど、まあ今日そんな感じかな。まあみんなの年齢が知れてよかった。年齢じゃないわ、ごめん、性別が知れたのでよかったと思いますはい、今日はじゃあ終わろうかな。人さん、メールと
リクエストとコメントをいただきてとっても嬉しかったです。フォトログ更新しなきゃいけないので終わりたいと思います。今日は夜にゲーム配信はお休みしようかなと思います。はい、今日の3位は3位がハンハンハン、2位がハンハンハン、1位がハンハンでした。ありがとう、 Thank you。 はい、ちょっとね眠たいわ、あとお腹すいたので今日は終わろうと思います。見てくれた皆さんありがとうございました。また明日ね、バイバーイ。なんかつぶやいといてうん、なんか今すごいみんなのツイートにいいねしたい気持ちなの。